喜びの3連戦3連勝でした。さあそれではこの最終日、今日の大熱戦を振り返ってまいりましょう。ノジマ T リーグ 2022-2023 シーズン、木下アビエル神奈川対日本ペイントマレッツの一戦。木下今日は第1マッチダブルスに長崎平野ペア、そして日本ペイントマレッツは世界のカットマンペア佐藤ひとみ、橋本穂香との対戦でした。はい、もう日本ペイントのペアですね。第1ゲームから終始こうリードしていましたね。やはりこうミスを誘うような形、突っつき一つにしても一本一本質が高かったです。そこでミスを誘うことができましたし、攻撃力も良かったと思います。2対0で第1マッチダブルスは日本ペイントマレッツペアが取りました。そして今シーズンから第1マッチ第2マッチの連続出場が可能になりました。長崎美優選手が連続出場、そして日本ペイントマレッツはチームのキャプテン柴田咲選手でした。はい、柴田選手のこうラリー力のこう高さがですね光りました。長崎選手もこうあれコースを分かられているといったところで、途中でこうコースを変えたんですね。そこでこうゲームを取ることができて、ファイナルゲーム、そこで柴田選手のこう粘り強さですよね。サービスからの時のこう2本連続取れたのは大きかったと思います。ただ長崎選手も非常にこういい試合を、はい、見せてくれましたね。第2マッチは柴田咲が長崎を下すというゲームでした。このガッツポーズですね。はい、これでマッチカウントが2対0になります。そして第3マッチ、ファンはこの人の登場を待っていました。今シーズンシングルス2度目の出場になります石川佳純と、昨シーズンリーグ13勝を挙げている王道皐月の対戦でした。第1ゲームも7連続得点、もうそこで王道選手がしっかり戦術をこう組み直してきたなという印象でした。サービスが非常に良かったですよね。ラリーの最後のこのラリーもガッツポーズありました。はい、ただ石川選手はしっかりこう気持ちを切り替え、0対2からでしたけれども、こういった強い気持ちでもうラリー力を食らいついてですね、最後サービスでこう終始石川選手が取れたのが大きかったですね。逆転で石川が王道を下しました。さあそして第4マッチです。この3連戦2日で3勝を挙げている木原美悠と、今シーズン初出場の横井さくら、18歳同級生対決となりました。はい、横井選手、この起用に応えましたね。自分の持ち味を十分に出し切った試合でした。持ち味であるサービス、両ハンド、こういった攻撃素晴らしかったです。また木原選手も今日バックハンドの精度がちょっとこうミスしてた場面ありましたけれども、最後は勝ち切った、1本でも多く入れようとコメントありました。その通りでしたね。ただ本当見応えのある試合でしたね。いや素晴らしい。最後もこの雄たけびです。3対2で木原が横井を下して、これでマッチカウント2対2になってビクトリーマッチに突入。木原と柴田の対戦でした。はい、木原選手はまたこう気持ちを切り替えてですね、ただ柴田選手がこういやらしさ、粘り強さがですね、ありました。ただこう木原選手もバックハンドをしっかりこう振り切るしかない、最後のこの長いサービスもよし振るんだといったもう気持ちの強さが出てましたよね。いやビクトリーマッチ強いですね、木原選手。木原が柴田を下しました。木下アビエル神奈川対日本ペイントマレッツ、マッチカウント3対2で木下アビエル神奈川逆転勝ち。ホーム開幕3連戦3連勝です。